今週もご視聴いただき誠にありがとうございます。10月のトイックで700点を目指す Vlog です。毎週土曜日夜19時に更新しておりますので、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今週1週間も頑張っていきましょう。時刻は月曜日の朝5時50分。仕事はちょっと憂鬱かもですけど、勉強はボーナスタイムです。まだ頭が疲れてないですからね。単語帳爆速回しがいいと聞き実践中です。効果は未知数。いける。無事にお腹壊しませんでした。ラッキー。お弁当をこしらえて仕事に向かいます。最近涼しくなってきて通勤が楽だなって思うのですが、まだまだ気温は34度とかあるので、体がバグっているだけということに気づかされて悲しくなりがちです。そういえばそろそろ秋服の季節になりますね。日本には四季がありますが、僕の服は2季です。半袖か長袖かで洋服選ぶにき、絶対僕の他にもいるでしょう。ねえ、できることならおしゃれしたいんですけど、シャツとジャケットでなんとかなると思っています。こうして仕事着と普段着の境目がなくなっていきます。今日もお仕事お疲れ様でした。9月半ばぐらいまでは定時退社ができるので、ありがたくアフターシックスを謳歌していきます。外食を我慢してお米を炊いている間にポモドールタイマーのご紹介です。今回リアル様よりご提供いただきましたこちらの商品、屋面次第で1分、3分、5分、10分で設定することができます。5分のボタンを長押しで25分モードになります。ポモドールタイマーをお探しの方はぜひ。これデザインは個人的にかなり好きなんですけど、お値段6000円。お米が炊けたので自炊に移ります。ふるさと納税で残り50キロある白米、まだよく分かっていないんですけど、ふるさと納税がなんか解約するらしいですね。良いものはどんどん解約されているので、やれるうちにやれということなんでしょうね。寝れるうちに寝ちゃった。昨晩はポモドーロタイマーを一回しで終了。短期集中を繰り返す勉強方法にあだなす存在、食材の一回し、いきます。やっぱり25分だと勝手に効率的に進めようとするんでいいですね。こんな調子で仕事も25分で終わればいいんですけどね。朝食は明太子丼、痛風のリスクに怯えながら食していきましょう。今日もお仕事頑張っていきます。ほんとこの世界、美味しいものにリスクがとことんつきまといますよね。タンパク質は多ければ多いほど美味しくなくて、脂質とプリン体は多ければ多いほど美味しいですからね。人生で一番なりたくない病気が痛風なので、プリン体だけには気をつけています。18時22分、お仕事が終わったので筋トレに向かいます。火曜日の恒例行事、ベンチプレス65キロ。ラックアップした感じ、非常に軽かったので今日こそ10発いけそうな予感がします。若干レベルアップすることができました。高校球児ぐらいご飯食べてまだまだ頑張ります。僕も少しだけ高校球児だったんですけど、筋トレが辛すぎてやめちゃったんですよね。あー、昔からこの沼にはまっていればなんて嘆いていても仕方がないので、29の年ですがまだまだ青春目指して頑張ります。青春といえばスポーツかなと思いますが、今できそうなのはマラソンくらいかしら。やっぱりスパルタンレース。こんな筋トレしてきましたけど、体力ありません。何回かランニングやろうと試みたんですけど、絶対その後寝るので諦めたっていう過去があります。今日も一日お疲れ様でした。明日も最高の一日にします。6時17分の起床です。おはようございます。試験まであと60日。絶対に結果を出したいので今日も朝から頑張ります。さて、実は転職してから6ヶ月が経っていまして、徐々に銀行の人が言う横文字の単語に慣れてきました。パッと見で小難しい単語が結構好きなので、僕も横文字を多用するタイプの嫌な社会人になり下がるかもしれません。それでは午後のお仕事も終わらせてデッドリフトをしにジムに向かいます。18時31分、筋トレスタートです。いつまでたってもスロー録画しような僕。背中を鍛えると姿勢が良くなるとよく聞きますが、未だに猫背が治る気配がありません。
課金して整体行こっかな。いつもすんごい行列ができているラーメン屋さんが空いていたので21時前ですが、爆食して強くなっていこうと思います。向こう数年ご飯いらないくらい食べました。ここで引くわけには。気力を振り絞って25分だけ行きます。勉強時間はさておいて、限界が来てから勉強すると体感5割増しぐらいでやった気になりますね。6時20分の起床です。おはようございます。ついに試験まで60日を切ってしまいました。本当に時間が経つのって一瞬ですよね。今日も大事な大事な朝活チャンスです。8月もついに最終日になってしまいました。期限切れ間近のティーポイントがあるので、珍しくコンビニでコーヒーでも買っていきます。うわー、今 M で200円超えちゃうんだ。高えや。あー、僕ポテトが食べたい。ポテト買っちゃった。仕事が忙しくて切れ食いする人の気持ちが最近ちょっとだけ分かるようになりました。いただきマングース。最近平日に家族時間を取っていなかったので、今日はジムをお休みにすることにします。少し残業してしまいましたが、ご飯とお酒を買って家に帰ります。とんかつとハイボールが一番うまいですからね。5時6分の起床です。おはようございます。すごい、二度寝するか迷って X を見たらすでに起きている方がいらっしゃったので、僕も頑張っていきます。リアルタイムで他の人の頑張りが見れると感化されるので、そういうサービスが多いっていうのも結構納得できる話ですよね。箸忘れたので237円の箸買いました。お弁当を食べた後はいつも通りマックで、今日は3時間ぐらいいけそうな予感がします。パート5の文法対策もいい感じです。午後の仕事が終わって退勤した後は夜もマックで勉強していきたいと思います。妻は飲み会です。18時49分、今週もお疲れ様でした。さあ、行くぞ。なんかこれ部活みたいでちょっとテンション上がりますね。スクワットは青春だった。今メインセットで組んでいる90キロも安定してきました。近いうちに自己ベスト100キロを更新できるように、ただひたすらにしゃがみ込んでいきます。これ最近まで100キロだと思ってたんですけど、なんか150キロらしいんですよね。そんなことある？それではマックに勉強しに行きます。あー、しまってるわ。終わり終わり。今週も動画をご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。